ありがとうございます。ビバラミキヤさんありがとう。アイスチンアナゴ、ん？チンアナゴ、なんかね、今ね、チンアナゴある、ね、そう、チンアナゴとタツノオトシゴえ、タツノオトシゴだっけ、うん、タツノオトシゴ、あと人でもいるよあともう一個、貝だ、あ、そうだ、めっちゃいい匂いする、ほんとや、みかんみたいな匂いする、マンゴーみかんじゃないかい、いや、いらないよ、なんで、うん、うん、タオルさんハートありがとう、アイティラクさん金魚の水槽ありがとう、はじめさん、やすべさん、にぼしちゃんお疲れ、こんばんは、でのひでさんとおったり、そう、無事帰ってこれた、ね、そうそうそう、いろいろあったけど、うん、本当はね10時半に予約してたんですけど、ね、10時半に帰れる予定だったの、ね、自分がミスしたんじゃないんですよ、ね、めっちゃいろいろあったの、めっちゃ遅れたよね、そう、本当に交通機関がいろいろありました、公園早かったのにね、夜公園、そうじゃん、1時間早かった、マー君ありがとう、モモレンジャーさんありがとう、可愛いギフトありがとうございます、デイビッドさんありがとう、マサピョンありがとう、そう、いろいろあった、本当にスケブに書いてた2人、そう、スケブにリカレカって持ってきてくれたの、そう、知らなかった、あんまりリカレカの絡みがなかったよね、本当に、うん、で今日初めてだったんですよ、まずね、ね、し、曲でさ、うん、めっちゃ絡むとこないよね、あんま、うん、大声ダイヤモンドの、うん、回るところ一瞬と夢力の後ろの方で一瞬、最後ラスト一瞬と見えてないような、そう、見えてない、絶対ファンのこと見えてない、絶対気づいてない、ね、当ててほしい、言っちゃったけど、確かにどこだと思いますか、夢力の、そう、絶対見えてない、絶対見えてない、そう、下にで目合わせてるんですけど、まあ見えてないです、エイティロクさんハート100ありがとう、サヤマットさんチンアナゴありがとうございます、ん、あと1箇所ぐらいあったよ、見えてない、待って待って、あと1箇所ぐらいなかった、鳥じゃない、鳥の言っちゃダメえ、分かって、バレたかな、いや、みんなでも鳥って思っとかわからないな、でも、あ、確かにね、 OKP さんかわいい、ありがとう、え、じゃあレイクたちが絡んだ3箇所、大声はもう言っちゃったから、うん、夢力のどっかと、ヒント鳥があるんですけど、ね、どこでしょう、まさぴょんさん、たつのお年をお疲れギフトありがとうございます、どんちゃん人でありがとうございます、2階席なら見える、あ、そこでも2階級ないよね、ないね、多分誰も気づいてないよね、あそこで絡んでるところ、うん、マサさんありがとうありがとうございます、晩ご飯もね、この後、安部さん金魚ありがとうございますタツノオトシゴありがとうございます、安部さんチンアナゴありがとうございます、誰も当てれない、あとで DMM なんか絶対抜かれてないよね、なんか絶対抜かれてない、あ、そっか、じゃあ現地で来ないと分からんのか、うん、そっか、そうだ、定点ないんだ、え、定点ない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 、今日カメラ一箇所だった、うん、真ん中だけ、そうだ、じゃあ本当に見えてないね現地来た人の中の1ミリぐらいの前すぎても見えよね、あれ、うん、後ろの方の左側のみたいな、うんうんうん、多分気づかれてない、やすべさん、みきやくん、いっぱいチンアナゴありがとう、まさぴょんさんありがとう、夢力から分かんない、え、絶対分かんないよね、分かんない、ガン見してたけど分かんない、ね、本当に分かんない、あそこが一番長いよ、絡みなのにね本当に一瞬だけど長い、抱きつくとこがあったじゃんあったわ、今日2人だけじゃないけど、ゆらちゃんもだけど、ね、ごめさまがありました、ごめさま、そこが一番長い、うん、スキンシップかうどん美味しかった、うん、ね、うどんめっちゃ美味しかった、自分でなんか温めた、そうなんか自分で湯がいて、うん、チュー入れて食べるってやつだった、お昼ご飯です、そう、 OKP さん、たつの私がありがとうございます、マサピョンいっぱいありがとう、にぼしちゃんもありがとう、楽しかった、お、見つけたよ、言っちゃうスタイル、え、言ってないよ、夢力のマサピョンさんありがとう、
金魚鉢。うん、金魚鉢だこれ。水槽。金魚鉢。金魚鉢。金魚。金魚。食べ過ぎてないよ。食べ過ぎてはない。スケモンさんありがとう。バラ。そう、お入りももらった。食べた？お入り。食べてない。可愛いよね。なんか可愛い点食べづらい。おいりー香川の。え、あれだよ、賞味期限11ヶ月だから大丈夫だよ。ほんとだ、可愛いよね。飾ろうかな。見えんか。うさぎと合うね、なんか世界が、ね、うさぎの世界。ひでのひでさん、ハート100個ありがとう。太陽さん、アイスありがとう。食べた。そう、もらった差し入れです。見えん？いっぱい。お弁当もね、エレコお弁当食べてないから見せれるよ。おぉ。これ見せても需要あるから。でも垂れてるよ、それ。え、ごめんなさい。袋あったら大丈夫？袋から出さなければ大丈夫。袋から出したら垂れが出る。え、怖い。どうしたらいい？袋から出さんかったら垂れて。きれい。え、怖い。汚め、なんかそうなんよ、なんか汚いって言ってた。え、怖い。ティッシュある？一応ティッシュ。え、ほんとだ、だってもう悲惨なの。ティッシュはあそこにあるけど遠いね。遠いね。待って、あ、天才天才もしもの。え、怖い。目片手貸して。はい、あ、ありがとう。はい、のぶいちさん、いっぱいありがとう。トシヤさん、バラありがとう。お、トシヤさん、あ、バラ、バラありがとう。え、すごいね、みんな。じゃあみんな、ね、太陽さん、馬ありがとう。 OKP さん、ありがとう。怖い。わらび餅すごい、みんな詳しいね。写真でわらび餅ももらった。みんながメールで送ったんじゃない、ね、私はまだ送ってないや。猫も送ってない。うどんも送った。うどんは送った。これがアンナちゃんからの写真で。ああ、食べた。チーズマン。ヤシュルパンさん、チンアナゴありがとうございます。怖い。一瞬待って、一瞬食べた。一瞬。え、もう一個あるよ、いる。え、だってなんか山口、あ、言っちゃった名前。そう、人、あの、ありがとうくれたの。へえ。めっちゃ余っとったくない、最後。うん、ご飯。はい、リカチ食べた。食べた。美味しかったって。美味しかったって言ってた。そう、エビフライ。箸どこやってっけ。オランゲさん、キラキラありがとうございます。お箸今日来てた。太陽さん、ありがとう。マッチョさん、チンアナゴありがとうございます。チンアナゴ見たことある？ある。かわいいよね。うん、ちっちゃいよね。めっちゃちっちゃい。そう、ミミズみたい。それか、それかわいいか、それ。うん、かわいい。ナオキさん、ありがとう。どこだ、あれは。あった、わらび餅。それ食べてない。ね、まだ食べてない。今から食べるんや。あ、食べた。うん。でもレッカご飯買ったよね。和三本のわらび餅。うん、うん、うん。ゼリーみたい。わらび餅？でれん。うん、でお弁当3つあるわ。そう、お土産いっぱい。あと何かあったけど。いるリカチ。え、いいの？いいよ。やった。なんかもう1個ある。え、お弁当、うん、3つ、うん、3つある、うん、こっちがにもらったやつで、これがただの余り。余り、うん、いらない。やった、お弁当もらった。一緒だよ、でも。あ、そうだ、2個ずつってことか。そう、でもレイカはこれスタッフさんじゃん、まあ、だから違うやつ。へー、こっちでもいいよ、別に。うん、ハンバーグでいい。はい、パーティーは後で。どんちゃんさん、ありがとう。後で、後で。ハンバーグ、やっぱちょうどね、今お腹空いてるんですよ。食べるの早かったから、だから
終わったら食べよ。よ。よ。そんなもらえる、そうなんか余るよね。大体いつも。いいねギフト。ありがとうございます。今日も戦利品。初見です。はじめまして。めっちゃ美味しそうでしょ？美味しいよ。今日移動中寝れましたって。寝てないじゃん。寝れんかったね。うん、なんかもういろいろあったんですよ。本当にいろいろあったの、ね、帰りも。いろいろあって寝れなかった。いえ。なので夜寝ます今日。だから遅くなった。ね。でマナミキアさん可愛い。うちだいさん可愛い。ありがとう。眠い？うん。顔が元気じゃない。目が。眠いね。今日。アヒル公園の前なんかめっちゃ顔が眠かった。顔が、ね、顔がね、うん、気持ちは眠くないけど顔が眠いの。トモさんありがとう。いっぱいツインテール似合ってた。本当嬉しい、うん、ありがとう。やってよ。無理それ短い。結べるギリ。うん、ギリ結べるけどちょんってなるの。え、かわいいよ。ちょんちょん幼稚園の子みたい。チラッと見てする。うん、もちはね会えない一生、ね。もう終わりました。ね、リカリカは。もう終わり。解散。解散。今日だけでした。レッスンもさあんまなかったしね、この、うん、この今日のレッスン。うん、そうだね。やってないよね。ほぼやってない。ね、短くて可愛いよね。やったー。ゆでたさん、チンアナゴありがとうございます。猫ひるさん、かわいいギフトありがとうございます。広島、雨降ってるって。降ってる。うん。太陽さん、ありがとう。花束アバター変えた。太陽さんね、わかんない詳しい。煮干しちゃんありがとう。かわいい。10個も嬉しい。初見です。お86さんありがとう。ガッツポーズ、ガッツポーズしてっていうね。スキブにガッツポーズ。え、あったの。うん、ピースしては見た。どっかで。え、バーンとか多いよね。ね、今日。うん、え、見てない。夜も昼もあった。マジ。うん、見れてないわ。でも大事な話するときにそれを見てしまったらどうするか迷う。ねえ、しんどい。エレカね、MC 中レッスンのあんま好きじゃないんだよ。そうそうそう、エレカ。あのなんかね、大事な、うん、誰か話するときに、うん、そう、そのバーンを見てしまったら、うん、そうでも目あったらちょっと気まずい。ね、そう、気まずい。タールさん、ハートいっぱいありがとう。なんか MC 中うんうんってする派。え、ごめん、違うよ。バーンを見てしまったんです、私は。今日なんか大事な時に。ユースさん、タツノオトシゴありがとうございます。プール、確かに去年のやつ。去年リカ水着買ったのに、リカちとプール行くために買ったの。自分もよ。けどなんで行かなかったんだろう。コロナがやばかったんだかな。予定が多かったんかな。なんか普通に行かなかった、うん、閉まるの早かったよね、去年。そう、で今年行きたいのね。雨だね。広島ある。え、雨やばい最近本当に。え、そう、広島でも7月からやってるらしい。え、そうなの。プール行きたいね。こんばんは。こんばんは。わ、もう12時じゃん、ね、あと9分です。ありがとう、みきやくん。くま、今日来てくれてありがとう。やる声。くま。今日一日早かったけど長かった。なんか、わからん。早かったかな、ね、分かったかな。もう12時かってなるけど。おー。
昼公演が昨日のことのよう。うん、確かにね。なんか昼と夜が今日短かったんですよ、前より、うん、だからなんかすごいビューンって終わった。でもうん、めっちゃ終わった。間がね、短かったね、いつもより。あの、1時間早かったもんね、夜が。うん。スベッターさん、ありがとう、かわいい。雨が1週間続くんだって。あとやだー、無理。雨だと本当に家から一歩も出ない。うん、まあでもいいじゃん、家から出なかったら。うん、ね、自粛、偉い。うん、偉い。日焼けもせんし。確かに、お金もつかまんし。今焼けた、もうこっちとこっちで色違う。そう、焼けた、自分も。こっちのがし、あ、ほんとだ、こっちの。ここ白いよね、全部この色になりたい。焼けた。全部腕の内側が一番白い、ね、ここが一番さ白いよね。肌綺麗じゃない、しかも。のぶいちさん、かわいい。似顔絵見えましたか？見えました。似顔絵、そう、似顔絵描いて描いて、すごい。お見送りの時に見えた、ね、見送りね、送り楽しかったけど、喋っちゃいけないからちょっと気まずいっていうか、なんかね、シュールね。そう、ただ手振ってるだけになっちゃう、ね、そう、シュールなんです。声出すといけないんですよ。そう、でもあれだけ離れてマスクしてね、うん、ビニールあるのに。そう、バイバイも言えんから、ちょっとそう、もうそうで、マスク、うん、楽しいのかな、あの見送り。もう確かにファンの方ってどんな感じなんですか、ね、なんかどんな感情なんだろう、ね、でも恥ずかしいよね、あんな、うん、ね、一人で、うん、確かに、ね、22人に、うん、22人じゃないか、46。うんうんうん、そう、リアクションのみ、うん、ね、手振るだけ。なんか逆にさ、うん、見送りないと上の方からだったら喋れるじゃん、ありがとうとか、あの、いつもの、確かに、なんかどっちがいいんだろうってなる。確かに、うん、お見送りしか勝たんて。うーん、そう、メンバー側も、うん、こっちもダメなんですよ、もう喋ったらダメって言われる、お互い無言。そう、お見送り高速なのって。でもそんな速くはないよね、ゆっくり歩くぐらい、歩くぐらい、うん、ゆっくりめ、普通に歩くぐらい、そんな速くビュン、うん、ビュン走ってるとかで楽しいかもしれない、それでそっちの方がなんか楽しいかもしれない、ね、ファンの人みんな走るみたいなゆっくりですよ。兵庫もね、あるよ、あるよね、うんうん、普通に今日から、そうそう、今日、え、僕隊もあるんかな、今日から、あ、分からん、聞いてないね、うん、19出る？うん、お、あ、19日僕隊でリカレカ再結成、でもすぐ解散すぐ終わっちゃう。9月12、そうです、もう1ヶ月切りました。うんね、うん、何条読む？あ、そうだね、じゃあ団長を読みます。13位、誰誰さん、誰誰さん、okay. じゃあ13位、ニシアンさん、雨のち桜さん、ありがとうございます。12位、ロバリンさん、デイビッドさん。11位、デアローサさん、86さん。10位、ケリドンさん、ノブイチさん。9位、理化学研究所さん、リエちゃん8位、マッチョさん、トモさん。7位、どんちゃん、 OKP さん。6位、渡辺さん、トールさん。5位、アキアンさん、にぼしちゃん。4位、やするぱんさん、太陽さん。3位、ことぶきさん、やすべえさん2位、やすべえさん、カピバラみきやさん。1位、まさぴょんさん、じゃん、まさぴょん、え、すご、2人の1位、ね、ありがとう、まさぴょん、ありがとうございます。
マサピョンピョン、ありがとう、ね、一緒に投げてくれたね。ね、ありがとう、二人ともの位置すごね。ありがとう。おやすみなさい、リカリカ。こちらこそおやすみなさい、リカリカ。しっかり休んでね。ありがとうございます。あんね、いっぱい食べて寝るよ。いっぱい食べるよ。いっぱい食べる。ハンバーグ食べるんだこれから。レクこれある。ハンバーグも食べるし、うん、フレンチトーストも買ったんだ。うん、わらび餅も食べるよ。レク、あ、レクナポリタンですよ。今日 MC でさ言ったもん。そうだね、好きな麺類あれね、一緒にレクが、あ、リカチだ、レクとリカチが、ね、そう、お題考えたの楽屋で。でもリカチだ、レクはパスタ買った。食べるこれ。これから晩ご飯なんだ。電波？あ、楽しくないやつ。あ、そうなんだ。18秒、8秒早い。早い、うん、早いってことはこっちが0でまだ終わらないのか。うん、うん、てかないんだよね、ちゃんとしたやつ。パソコンで見てる。だからトマト食べようね。そう、なんか最近狂ったよね、ちゃんとしたやつやったのに。あ、でも電波OK になってる。戻ったんかな。戻ったんかな。みんながおやすみって言い始めた、ね、じゃあおやすみなのかな、そろそろ。うちの前が終わってて喋ってたのに、ね、なんかもう終わったもん ね, ねまだ、でもまだ全然余裕ある。10秒ぐらい。うん、ね、日変わる。明日、また明日、ね、15、明日15か。ありがとう、ありがとう。久しぶりの謎の30分だけ。おやすみなさい。今度ちゃんとしたコラボします、ね、そう約束してるの。バイバーイ。